つくば来市立図書館は、茨城県つくば来市福田にある公共図書館。小規模な図書館として、積極的 PR と地道な努力を続けている。市内出身のマミヤ林蔵に関する資料と、地域を通過するつくばエクスプレスに関する資料を収集している。また、市西部の小犬と未来平地区の四方が丘にそれぞれ、小犬文館と未来平館が存在し、 本館と文館で借りた本や CD 等はどちらでも返却が可能である。つくば来市立図書館入口小木犬文館前身は小木犬コミュニティセンター図書室である。2006年5月31日に一度閉室し、2007年4月につくば来市立図書館小木犬文館として再開した。平成26年11月につくば来市立図書館未来平文館として開館した。 1990年に稲町立図書館として稲町役場に隣接する地に建設された図書館である。1992年には絹川、古海川博覧会の記念誌、絹川古海川自然文化歴史の編集室が置かれた。1997年、貸出し等を行うサービスカウンターと分離した相談カウンターを設置し、 2003年には、筑波エクスプレスに関する資料の収集を開始した。2006年3月28日に、筑波郡稲町、同軍やわら村が合併して、筑波未来市となったことにより、筑波未来市立図書館となった。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震発生時には来館者20人と、職員6人がいたが、全員無事であった。初夏の点灯。 壁面のひび割れ、トイレ天井の化粧板落下などの被害が発生し、同年3月31日まで臨時休館、翌4月1日より業務を再開した。開館後も9月30日まで東日本大震災による電力危機器により、開館時間の1時間短縮を行い、緑のカーテン設置や扉、窓の開放による自然不導入などにより、 極力冷房を使用しない措置が取られた。マミヤ林造コーナー現在のつくばみらい市出身である、マミヤ林造に関する書籍、ビデオのほか、地図、測量関係の資料も収集する。会館当初から設置されている。相談コーナーレファレンスサービスを充実させるため、貸し出し業務等を行うカウンターとは別に、相談コーナーとして師匠が常駐するカウンターを設置している。 市民や市所以外の職員へのレファレンスサービスを浸透させる活動を行うとともに、レファレンス記録を分析し公開する活動も実施する。本館小犬文館未来平文館。ありがとうございます。